レベル6ロイヤルロード、そしてそのボス。ネタバレわらわら、ネタバレわら。明らかに今から戦いそうなんだけどな。ベルアロー、あれがない、リーフがない。シュウヤさん、あのライフでクリアすごいです。遠距離できるスナイパーで行こうかな。まあ1回目の戦いはあえて様子見と考えてもいいんじゃないかね。ちょうだい。リーフ最強すぎて除外されたか、わら。カチ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 。とにかくサーカスは使いにくいんだよな。お、様子見でいいんじゃないか。とりあえず様子見で。まさかここまでたどり着くなんて、君もしつこいね。しかし、すべての世界を収めんとする。ジョー、セクトニア様の邪魔はこのタランザがさせ、あ、別にいるんだ。こいつが進化するわけじゃないんだ。君はこいつを、下界の勇者を助け、下界の勇者、え、こいつが？この国の奴らは本当におバカさんだよね。ワールドツリーを使って下界に助けを求めようなんて。ああ、そうだったんだ。そんなのお見通しなんだよね。王様っていうのか。君にはここまで来たご褒美に、この勇者様と、まあまあそうだと思った。まずはデデデとの戦い。お、石仮面の恐怖。デデデ倒した後に、じゃあ今回メタなしか。お、ハンマーがかっこいい。あ、これあれ上のやつ倒すタイプ？当たるんじゃないか。かっこいい、わらわら。大王の逆襲の時みたい。飛べ飛べ飛べ。あ、ジャンプ。痛い痛い痛い。おい。逃げろ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 。ああ。あれ半分いったのにパターン変わんねえ。やばいやばいやばい。うん、まあデデデだもんね。え、思いのほうが強くなかったぞ。魔法、お前はカメックか。おお、デデデさんまで吸い込み技使うとは。パチパチパチ。ああ、なんかかっこいい、かっこいい斧。黒騎士の服装を手に入れたデデデ。今度こう。チュンチュン、連射連射連射。あ、メルフね。カメの方がいい。おわ、びっくりした。あ、さらに防御するか。結構削られる。痛い。ハンマーじゃなくなった。大王はデデデじゃない気が。だーし、これ大丈夫だろ。意外に強いんだよ。使っちゃって。デデデドリベンジ、マスクドデデデドリベンジ。素直に防御とため打ちの合わせが一番戦いやすいか。意外に2回目は強かった。あれ？やられちゃったよ。な、なんということでしょう。ビフォーアフターかよ。腹叩くと目がちょっと。ジョー様の命により、この勇者を操り、
外科医を征服するはずが。まさか君が本物の勇者なのね。キャラがいまいちつかめん。くそ、こうなれば。ジョー様、ジョー、セクトニア様。オンウルワシキセクトニア様、お助けくだ。ちょ、うわ。来たー、わらわら。なぜ、なぜなの。見にくきたらんざよ。スカイの愚か者などいらぬわ。恐ろしい。さて、下界の勇者。無能なこの国の民どもに代わり、すべてを治めんとする女王にアダナスというの。さっきのキーホルダーだ、わらわら。よかろう、では、斧が愚かさを悔やむがいい。シューティングになるかな。万物の女王、このセクトニアの神にも等しき美貌が前にひれ伏しあがめ、すべてを捧げるがよい。シューティングなるかな。カービィっつったらシューティング、ラスボス戦はいきなりシューティングになるっていう。あ、ならなさそう。ん？普通に戦ってりゃいいのか。まさかの月まであり。あ、消滅した、コピーが。デデデさんか、わらわら。見事にネタバレでしたね。削られた。奥から来るのか。ほっ、意外に短い。コピーなくなっちゃったからな。短いんだよ、星。BGM が世界の終わりっぽい、わら。まさしくラスボス戦ということさ。さらに広がった、飛ぼう。で、今度は下だね。で、またデデデに当たってねえか、大丈夫か、あれ。よし、これで中間。リーフがあれば、リーフがあれば楽勝なのに。口に加えたままいける。それはせめてもの救い。女王様の悲鳴がセクシー。声だけは美人だな。おいよ、カズ。よし、とりあえず一発いって。コピーはファイヤー。おい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 、びっくりした。きつい。中のパターンわかんねえのに。す、頑張れー。貫通。無敵時間あるだけマシか。それはいらない。ファイヤーの方が、あ、回復出た。ちょっと助かる。回復助かるわ。
ふう、無敵で安全にっておこう。やっぱ女王様強いな。こいつの方がさっきと同じだったら。ちょっとこれが厳しいんだよな。自分もやすと威力高いんだぜ。またもう1パターンある。怖いよ怖いよ。壊された。でででと、ところどころでででにミラージュ無敵攻撃。なるほど、無敵攻撃があると楽でいいな。また回復がある。よし、ザコの出す回復がすごい助かる。まだ来るか。よし、よーし、回復助かりました。ザコ呼ばなきゃ勝てなかったね、これ。パチパチパチ。わーいわーい。イッホー。丸い。ナイスすぎた。わら。あ、でででパチパチパチ。チース、でで。で仲良し講師じゃないかも。ん？くまだか？まだあるのか？なるほどな。キャーカビ怖いよ。さすがはワールドツリーが導きし勇者よ。ならば見るがいい。なんだと？あのつぼみから一体何が？美しきこの操りの秘術を。ここまでそなたらを導きし、ワールドツリーと一体になろうぞ。やっぱりシューティングが始まるのか。フロラルドも下界もこの星もろとも。未来永劫わらわの糧となり続けること。うわ、えげつない。どんどん成長する。光栄に思うがいい。プププランドが、わら。さてどうなるのかな。レベル7、エターナルドリームランド。おう、目が。やっぱ乗り物だ。いつものだ、いつもの。複雑だな、これ。こうなった以上、もったいないランドに移住するしかない。ポーズ。VS、セクトニアワイン。セクトニアの一族は、あらゆる生き物に寄生し乗り移り支配してきた。解放された天空の民と大王と協力し、女王の体に覆われたフロルランドを、この星を救うんだ。ファイヤー、あ、ファイヤーは残ってんだ。打ち方とか書いてないけど、動作が不安定な時は傾きリセットをタッチしてくださいと。よっ、あ、フルコンプリートしてる。よっと、カービィが突っ込むの。よーし、まあちょうどファイヤーだしいいんじゃないって感じ。カービィか、わらわら。俺傾き嫌いなんだけどな。特攻隊か、わら。おお、いけるか、狙えるか。多いな、もうめんどくせえ。下から行く。
危ない。アキラに攻撃してくる一歩手前じゃないか。うん、おー、カービィが。うわ、なるほど。トゲのとこに突っ込むと大変なことになるのか。間に合った。これめんどくせえな。ヒットポイント少ないのに。ただでさえあと2つ。やばい。攻撃しようとしたタイミングに狙うか。バーニングで突っ込めばよさそうなのに。マットコースなの。そろそろ本体に攻撃できるかな。ん？何？あ、そういうことか。まだ続きがあるんだ。え？本体に当たらず、もしかして失敗したのかと思ったら、そういうわけじゃなかった。回復欲しいな。1回分はもらえるけど。あ、何でもある。ドリンク、リーフ。さすがにこの状態だったらリーフ一択だ。デデデさんが手を振り出した時なんだとって思った。わら。打ち込んどいて、さようならかよ。リーフ来たー。超豪華なお花に。来たー。無敵。なるほど。この間隙だらけで攻撃しまくれるチャンスね。よし、まず1回目。うわー、とりあえずまずばらまいといて。ばらまいてりゃ防御中でも安全に攻撃ができるから。で、ささっとかしてっと。やっぱリーフだな。レーザーみたいなの売ってる。全然大丈夫。遠いな、ちょっと。威力はそこまでないけど、この通常攻撃も長く残ってくれるっていうのが使いやすい。4体か。なんかすごいの来そうだね。すごいの来た、すごいの。すごいの来てる、すごいの来てる。ストーンに見た使いやすさ。ストーンと比べて通常攻撃が使いやすいんだよね、圧倒的に。ふう、全然大丈夫。強すぎる。強すぎる。この隠れの術。
次下段に行くんだよね。分かってる分かってる。強すぎるリーフ。リーフ最強。リーフ一つあればやっていける。どう。この空中でこうクリアすると落ちるのかとかいう。ストーンみたいに乗せなくていいな。まだあるのか。捕まった。しかもリーフなくなっちゃった。ででカービィスポンって抜けそうだけどな。来た。で裏切られたからさらに裏切りやがったな。まだあるの。これはカービィ撃たれるんじゃねえの。ぬっぽん。ほらほら、さっきの方が痛かったぞ。来た、ビッグファン吸い込み。わらわら。はあ、ひどい。わらわら、何でも吸い込む。お、完全回復してる。ひでえ、わら。上から来るぞ、気をつけろ。ドーン。ふう。どうするんだろうね。これを吸い込んで打ち返すのか、それともさっきのもう一個後のでっかいやつ行くのか。これもう剥ぎ出しちゃっていいのかな。その辺がわからないな。とりあえず4回は。あー、痛い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 。あんまダメじゃないけど、吐かない時もあるんだ。あ、で、効果。3匹になった。ああ、こういうことね。で、バリアをなくすと。あ、結構なダメージ。あ、入ってきた、入ってきた。そういうことか。じゃあいいんだ、やっぱこれは。吸い込んで、ミサイル撃ち返す道具に使え。よっと。で、敵の突っ込みを回避して、と。いただきまーす。よし、二つ目かな。お、連続でいける。おー、連続できたー。残り一つだろうね。あー、ちょっとずれてる。いけるか。あと一発。あ、横から、横から来るぞ。おー、跳ねる跳ねる跳ねる。これきついな、ガワスの。これかわせん。うわ、すごいダメージ。これ普通にガードでいいのか。ちょっとひどすぎるぞ。あ、ここからだ。さっきのはわからんだろう。ハンヒット。ああ、もうやり直しになっちゃったじゃないか。頑張れー。めんどくせえな、もう。あと一発だったのに。ひどすぎる。ラスボス戦で負けるとだれるよね。あのビームはさすがに吸い込めないですよね。吸い込めるのかもしれないな。よっ。
構これはぬるめに設定されてる。吸い込むのかもしれないな、ビーム。ありえるありえる。ビッグバン吸い込む。試してみたいけど、失敗したらかなりのダメージ。ブルブル。気になることは何だって試すに限るぜ。まだ2回目だから OK だな。結構ぬるくても当たってくれるから助かるな。で今回は2回と。そこだ。さてと、とりあえずはガード。ガードダメそうだよな。これどんなにしろってんの。2回、3回耐えれるか。ガードすっか。ダメ。吸い込むか。吸い込むでよかった。連打厳しい。あー、よし、いけー。ふう、これはハケってことだよ。パチパチパチ、ビームを打ち返した。それごと言った。長かった戦いをさらばだ。あー、いろんな植物の妖精さんが。カービィと王様の視線のやりとり、わらわら、パチパチパチ。ででで。あらあら、来てくれてる。まあ今回いっぱい運ばれたしね。頭に血が昇る。カービィたちの活躍でフロランドは救われました。長い間この国は悪しき女王に苦しめられていました。このピンチを救ってもらうため、天空の民は最後の希望、一粒の種に託し地上へ落としたのです。クププランドにいるという勇者カービィを誘うために。デデデ大王は災難にもカービィと間違えられてしまったのでしょう。けど彼の力なくしてこの国を救えなかったことを思えば、これもワールドツリーの奇跡の一つなのかもしれませんね。取ってつけたかのようなデデデフォロー。カービィたちが空を見ると、ワールドツリーの花が満開に咲き乱れていました。ビーム打ちそうな花で、こうしてまたこの星に美しい名所が誕生したのでした。ああ綺麗だこれ。 3D ボリュームオンにするとちゃんと奥行きがある。パチパチパチ。スタッフロール、多分これちょっとずつ下に下がっていきながらワールド戻りながら行くのかな。地面のボス、
これは2面のロリポップランドかな。背景は何、レベル6から戻ってるのに、この出てくる額縁の絵は1面からだね。大根抜いて鳥に当てるってその発想がないな。あ、これはワドルディの家を吸い込んだシーン、懐かしい。株ですよ、株。株か、確かに大根っつが株だな。あれ、蛇とベルで戦ってない。相変わらずボイス一人だ。君はナチュレ。あ、下だ。この下攻撃も食らわなかった。最後のよくわからん砲台を持ってきた妖精さんたち。女王様、この後カービィホームランみたいな。春、ネタバレされた女王様、わらわら。ん、最後のこれは何だろう、こんなシーンあったか。なんだろう、パチパチパチ。まあ無事地上に戻ってきましたと。パチパチパチ。さーて、クリア状態がパーセントでわかるんだよな。どこまでいってるのかな。アンドモア。まあ格闘への道は基本だよな。でででで、ゴー。格闘への道とでででゴーではすれ違い通信ができますと。行えば政治型ミーとベストタイムを交換できるようになります。でででで、ゴー。まあこの2つは基本として、まだここに丸が、緑の丸が1つ残ってる。とりあえずキーホルダーの状況を見てみようか。116個、73だと。これでもまだ結構空いてるな。200種類以上釣ってるもんな。これ同じステージ何度もクリアして取り続けないといけないのか。だとするとちょっとしんどいものがある。さっきマホロはいたよな、一番。Wii なのにドット絵になってるっていう。キーホルダーは集めるの大変そう。クインセクトニア、大きく。キーホルダー。マホロ、あー。船かな、これ。ゲームコインと交換。1日5回まで交換可能。しかし、ゲームコインが1枚しかない。とりあえず格闘への道とデデデのデデデデゴーだな。